どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、 ANAJCB クレジットカードのキャンペーンについてなんですけども、実はっていうわけじゃないんですけども、毎月ね ANA の入会キャンペーンについてはまとめということで紹介しているわけなんですけども、こちらで紹介している JCB 側のクレジットカードのキャンペーンっていうのは新規入会者限定ではなくて、切り替えでもですね、キャンペーン対象なんですよね。本日はこちらについてねちょっと解説、していきたいと思います。まあ、こちらねどういうことかというと、まあ例にするとですね、こちら ANA の、ソラチカ ANAJCB ソラチカカードですけども、まあ、こちらを保有している方、まあ、私もそうですけどね、まあ、こちら保有している方で、まあ、こちらを、先日出たね ANA ソラチカゴールドカードに切り替えたとしますよね。それでもですね、このキャンペーンに乗れるっていうことなんですよね。でね、対象カードがですね公式サイトの方に出ておりまして、 ANA JCB ワイドカード、 ANA JCB 一般カード、ソラチカ一般カード、 ANA JCB ゼロカードの場合、 ANA JCB カードプレミアムカード、 ANA JCB ワイドゴールドカード、ソラチカゴールドカードに切り替えっていう感じですね。もう一つ、 ANA JCB ワイドゴールドカードと、ソラチカゴールドカードの場合は ANA JCB プレミアムカードに切り替えで、まあ、このキャンペーンに、ね、対象になるということですので、まあ、簡単に言うとですね、一般カードの場合は、まあ、ゴールドカードに切り替え、ゴールドカードの方、ゴールドカードもすでに持たれている方は、プレミアムカードに、切り替えすることによって、今回のねこのキャンペーンに、参加できるっていう風になりますっていうことなんで、これからね、今後 SFC 修行とかを検討していて、一般カードからね、ゴールドカードに切り替えを検討している方とか、先日ではね、ソラチカカードから、ソラチカゴールドカードにね、まあ、切り替えた方とかはね、こちらのキャンペーン参戦できますんで、ぜひね狙っていただきたいなと思うわけなんですよね。でこのキャンペーンなんですけども、今からねこのキャンペーンの紹介、詳細ね発表していくわけなんですけども、このキャンペーンね、自動でエントリーされるキャンペーンじゃないんですよね。ですので、こちらのキャンペーン参加されるっていう方はですね、クレジットカードが到着したらですね、エントリー確実にするようにしてくださいね。概要欄にねそちらの、URL を載せておきますので、その点をね忘れずにエントリーしてからキャンペーンね、参加するようにしてください。まずですね、マイ J チェック登録で、4500マイル、かっこ1500円分のポイント、1500ポイントがもらえます。でこちらね ACB のクレジットカードですんで、こちらはですね置き時ボーナスポイントで付与されるわけなんですけども、まあ、こちらを ANA 前にね交換していくわけなんですけども、まあ、こちらもしねソラチカカードを持っている方限定にはなるんですけども、この1500円、1500ポイントっていうのが、まあ、置き時ボーナスポイントで付与されるんですけども、これをそのまま ANA マイルに交換すると、4500マイルっていう風になるわけなんですけども、これをですね一段落踏んでいただくと、マイルはちょっと増えますんで、こちらねソラチカカードを持ってないと利用できないんですけども、置き時ボーナスポイントから東急メトロポイント、その次に ANA マイルっていう風にね交換していただくと、こちらね1500ポイントはですね本来4500マイルなんですけども、こちらはですね6750マイルっていう風になりますんで、まあ、結構増えますよねっていう風になりますんで、もしねソラチカカード保有されている際、方はですね、こちらの、ルート、覚えておくようにしといてくださいね。次に、クレジットカード利用で、マイルがもらえます。10万円で、1500マイル500ポイント、50万円の利用で6000マイル、2000ポイント、100万円分の利用で17400マイル、5800ポイントっていうことで、まあ、こちらのポイントでね、まあ、付与されるということで、まあ、先ほど同様にねこちらソラチカカードを持っている方は、先ほどのルートをね組んでいただくと、100万円の利用のね17400マイルの場合は、5800ポイント、まあ、もらえますよね。まあ、こちら先ほどのルートで組むと、26100マイルっていう風になりますんで、かなり増えますよね。
うん、ですので、ソラチカカードを持っている方はですね、確実にこのルート利用してくださいね。っていうことなんで、こちらを合計すると、マイ J チェックで6750マイル、100万円決済で26100マイル、で100万円分のね、決済分のマイル数がね、こちらに入ってきますんで、合計で42850マイルがね、獲得できるっていうキャンペーンになるんですよね。クレジットカードをね、決済集めなくてはいけないんですけども、結構ね、大量のねマイルがもらえますんで、ぜひね、あのクレジットカード切り替え検討されている方は、こちらのキャンペーンね、乗って切り替えねされるようにしてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は ANA JCB クレジットカードの、キャンペーンが、切り替えでも対象っていう話をねさせていただきましたけども、あの最後になんですけども、先日出たね、ソラチカゴールドカードありますよね。で、あの詳細はまあ別の動画出しているんですけども、こちらね、年会費の、年会費が14000円するクレジットカードなんですけども、どうやらですね、今現在、ソラチカカードを持っている方に、年会費半額のね、インビテーションがこちらね、配られてるみたいなんですよね。で、これね、本当にごく限られた人にしかね、行き渡ってないみたいで、当然私にもね来てないんですけども、あの中にはね来てる方はいらっしゃるみたいなんで、あのもしこちらのインビテーションを受け取った方はですね、ちょっとね、あの前向きに検討していただけたらなと思うわけなんですよね。というのも、まあ今回のこの切り替えキャンペーンでマイルがもらえるっていうのが、まあ、基本的に一般カードからゴールドカードっていうことですんで、まあ絶対1万円以上ね、年会費がするクレジットカードになってしまうわけなんですけども、もしこれが、ソラチカカードを持っている方で、ソラチカカードの、年会費半額のインビテーションがね来ている方だと、こちら7000円のね年会費でこのキャンペーン乗れるっていう風になりますんで、まあ1万円以上ねするクレジットカードを保有するよりかは、まあ、それは安い方がいいですよね。ですので、もしね、あのインビテーション来てないかね、あのソラチカカード保有されている方は、ちょっとね最近の郵便ねチェックしてみていただくのも、いいんじゃないかなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。